ルンバルンバはアイロボットが製造・販売するロボット掃除機である。2002年に登場し、その後毎年新型や改良版が発表されている。2002年9月17日の発売開始から2006年5月までに200万台、2012年までの10年間で累計800万台が販売された。直径3 4の円盤上で、 高さは9センチメートル以内である。前方には接触センサーが組み込まれたバンパーがあり、上面の前方中央に赤外線センサーがある。機種によっては1個か2個のバーチャルウォール赤外線、送信ユニットが付属している。ルンバは掃除している部屋の地図を作成しない。その代わりに、螺旋状に掃除する、壁図体に掃除する、何かにぶつかったら角度を変えて、 ランダムウォークするなど、いくつかの単純なヒューリスティックスで動作している。この設計は、MIT の研究者であり、i イロボットの CTO でもあるロドニー・ブルックスの哲学によるものである、包摂アーキテクチャ参照。この結果として、ルンバと人間の掃除の仕方を比較すると、ルンバの方が時間がかかり、また特定の箇所を何度も重複して掃除するのに、別の場所は一回しか通らない。 あるいは全く通らないということも起きる。ある時間掃除をすると、ルンバーは停止して、掃除完了を知らせる音を鳴らす。ホームベースが見つかれば、ルンバーはそこに戻ろうとする。人は、ルンバーがホームベースに戻った後に、本体後部のゴミ入れを取り外して、ゴミを捨てればよい。電力は内蔵のニッケル、水素充電池から供給され、掃除開始前に充電してある必要がある。 第3世代の機種では、充電用ホームベースを赤外線センサで探して、たどり着き、自力で充電状態とすることが可能である。通常に使用した場合、ホームベースでの充電には約3時間かかる。第3世代のルンバは、販売時にホームベースが付属していないものでも、ホームベースを利用可能である。それ以前の機種では12時間充電器が付属していたが、3時間。 充電器も利用可能。また、ドック、ボタンがあるタイプなら、掃除中でもそれを中断し、ホームベースへと戻り充電を開始する。第1世代と第2世代の機種では、部屋の大きさを3つのボタン、スモール、ミディアム、ラージで、あらかじめ設定する必要があった。第3世代では、その必要はない。第3世代のルンバは、ユーザーは基本的に、 難しいことは考える必要はなく、ともかく掃除したい部屋に持って行き、パワー、ボタンを押し、掃除を開始させたければ、クリーン、ボタンを押せばよ。ただそれだけで、部屋のサイズが小さかろうが大きかろうが、ルンバーは適切な配分で、部屋全体を掃除しようと努める。ただシンプルに、クリーン、ボタンを押せば良い設計になっており、ユーザーに難しいことを考えさせない設計となっている。 また、うっかりゴミの塊を落とした場合や食べかすをこぼしてしまった場合など、特定の狭い領域だけをスポット的に掃除させ、済ませたい場合は、そこにルンバを置き、スポットボタンを押せばよい。また、スケジュラースケジューラーアクセサリー、上位機種には販売時に付属しているものがある場合は、設定した時刻に自動的に掃除を開始させることができる。 これは外出している間に、ルンバに掃除して欲しい場合に便利である。ただしこれは、回帰種には付属していない。バンパーが壁や家具に接触すると、接触センサーによって、それを感知し、進行方向を変える。底面に4つの赤外線センサーがあり、段差も感知し、転がり落ちるのを防いでいる。また、バーチャルウォールユニットを設置すると、そのユニットから出されている。 赤外線によってルンバのセンサが感知できるバーチャルウォール、仮想的な壁。あくまで赤外線で人間には見えないが作られ、そこから先は侵入して欲しくない場所であると理解し避けてくれる。第3世代の機種には汚れセンサもあり、特にチリゴミの多い場所があれば、それを感知し重点的に掃除することが可能。第2世代以降の機種では、 赤外線センサを利用して遠隔制御することもでき、身体障害者にとっては特に便利である。ただしリモコンはホームベースやバーチャル、ウォールの近くでは使えない、どちらも磁石外線センサを利用しており干渉するため。人の手による掃除と比較して、ルンバはベッドや家具の下の掃除は得意としている。だが、ルンバは毛足の長い絨毯の掃除には向いていない。また、 敷物の端、紐状のもの、電気コードなどと絡まって動けなくなってしまうことがある。そうしたものが多い部屋ではしばしば動けなくなってしまう。動けなくなった場合、動ける範囲だけを掃除するか、あるいは停止して、エラー音声により異常を知らせる。アイロボット社は1997年にロボット掃除機の研究開発を開始、同年にプロトタイプ試作機を発表した。 この試作機はあくまで底面につけた布で拭き掃除を行うものであった。開発にあたっては家庭向けクリーニング用品メーカーの SC ジョンソンと提携しユーザーにとって大事なのはロボットが掃除をすることではなくきちんと掃除をできるかどうかだという助言を得たという。ローンはピンクリボンエディションの売り上げの20%はスーザン G コメンブレストキャンサーファンデーションに 寄付されている日本での販売台数は世界における販売台数の1、4を占め、2012年までの10年で、米国の次に多い60万台売れていると明かされた。その上で、日本人が気にする細かい誇りを取り除ける、ブラシ形状などを工夫した日本専用モデル、ルンバ630を初めて開発したと発表した。 2016年10月末日本での販売台数が200万台を突破した。セールスオンデマンド社のアイロボット社販売部門をアイロボット社が買収することが発表された。買収は2017年の4月に完了し、同月3日アイロボットジャパンが創業した。大まかに言うと、正規総代理店品と並行輸入品がある。日本では、 宝が第一世代のルンバを扱っていた時期がある。オレンジ色の筐体のルンバが多数販売された。その後、セールスオンデマンド社が、アイロボット社の正規総代理点となっている。同社が販売する国内正規品は、アイロボット公認の製品保証や修理、メンテナンスアフターサービス、ただし一部、また製品ソフトウェアのバージョンアップなどの正規、 総代理店国内サポートを受けるることができる日本においては正規総代理店が扱うルンバ以外により価格の安い並行輸入品がインターネット上などで販売されている。並行輸入品は正規総代理店品より価格が安く設定されていることが初的である。並行輸入業者から購入したルンバは故障した時に 正規総代理店によるサポートは受けられないが、並行輸入業者が販売した総数、ユーザーの数が増えるにつれ、並行輸入業者の一部に、独自に様々なサービス、故障部品の交換、修理、ソフトウェアのバージョンアップ、修理後の動作チェック等々を行うところも出てきた。こうした業者は、どこで購入したかを問わずに広くサポートを受け付けており、しかも一般的に、 正規代理店よりも安い料金設定でそれを行っている。ルンバはアメリカ本国と日本でほぼ同じものが販売されているが、米国の定価や実売価格と日本の正規総代理店であるセールスオンデマンド社の販売価格を比較すると大きな内外価格差があり、日本の正規総代理店のものは価格が相当程度高くなっている。以下にその一例を示す。 反則品のルンバの形をしたメジャーがあり、修理に出した際在庫があった場合もらえることがあった。このメジャーをソーシャルメディアに投稿し話題を呼び公式がプレゼントするキャンペーンが割れた。初期のルンバからハッキングにより機能を拡大することが行われた。最初はマイクロコントローラに直接モーター制御回路とセンサーが接続することが基本的だった。 2005年10月以降に生産されたルンバとオスモを付けたルンバには振る舞いを修正したり制御したりあるいはセンサを遠隔から監視できるインターフェースが備わっている初期のアプリケーションには部屋の地図を利用するものがあるルンバのソースコードはカスタマイズされたリスプで書かれている iRobot ローンバオープンインターフェースを利用してルンバの改良が可能であるこれを使って 各種機器を接続可能であり、ルンバのハッキングサイトでは、そのようなプロジェクトが実際に行われている。ルンバのプログラミングを修正することを、ルームバティックス、ルンバ工学と呼ぶこともある。インターフェースを備えた方は、電気的と物理的に標準的な PC、Mac のシリアルポートとケーブルとは互換性のないシリアルインターフェースで、マニー人接続端子を備える。 しかしながら、ルンバのコンピュータに、Bluetooth、USB や RS-232、PC、Mac シリアルで、接続可能なサードパーティー製のアダプターが入手でき、ルンバスプレオクトーバー2 0 0 5アップグレイデドウィズザ、オスモハッカー、多くのセンサーを監視して、ユニットの振る舞いを変えられる。ルンバの公開されたインターフェース、公式のルンバのインターフェースは、プログラマと愛好家に、 彼ら独自の機能強化を奨励する。複数の事例がルンバのハッキングサイトに記述される。製品に対するハッカーたちの関心が高まったことにより、同社は iRobotCreate を開発した。この方は掃除機の機構をテレビカメラやレーザーや他のロボットの部品を載せるための荷台に置き換えた。アナログとデジタルの双方向通信を備えた25。 ピン式インターフェースを備えたことにより、完全に新しい移動式ロボットの基本となるように、大幅な拡張を可能にした。ネットブックや、携帯型無線端末のような、コンピューティングプラットフォームと共にネットワークを介して、遠隔制御可能である。無線付きルンバは、その全機種が総務省の定める基準を上回る電波を発している。ルンバが下に入り込んで掃除することができる家具と、 引っかかって入り込めない家具がある。ルンバ使用者の中には、ルンバが下に入り込んで掃除可能な家具を、ルンバブルルンバブルあるいは、ローンバ、フレンドリールンバフレンドリーと呼ぶ人もいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。